死がレイクスターズは B リーグに所属するプロバスケットボールチーム。運営母体は株式会社死がレイクスターズ。滋賀県に本拠地を置いた初めてのプロスポーツチームであり、発足から2016年までは、同県では唯一のプロスポーツチームであった。チーム名のレイクスターズは、琵琶湖を擁する湖国、滋賀県の星を意味する。チームスローガンは、 シュートフォーザスターズとワンフォレーレイエクソールフォーシガでコンセプトは勝利のために湖国の星を目指しそしてブースターのためにシュートシガのために戦うチームカラーは琵琶湖を象徴する青と金色であるなお2016から17シーズンからロゴを変えたことで常に輝きを放つクラブになるという思いからプラチナカラーも配している 地元企業やメディアの積極的なバックアップもあって、経営収入及び入場者数は、旧 BJ リーグのクラブとしては安定しており、BJ リーグ加入3年目で、球団経営が黒字に転じた。現在、共産企業が400社を超える B リーグ規約に従い、滋賀県立体育館をホームアリーナと定め、大津市とホームタウン提携を取り交わした。 B リーグのクラブライセンス制度により、B1 はリーグ戦のホームゲーム数の80%以上をホームアリーナで開催することになった。大津市のビワコ浜大津駅前に新アリーナを建設するビワコアリーナ構想がある。BJ リーグ時代の8シーズンは県内のべ7会場を巡業してきた。これには認知度を高めて、 県内全域でファンを増やす効果があった。2007年4月、08滋賀プロ元年へをスローガンに掲げ、滋賀県を本拠とするプロバスケットボール球団設立を目指し、滋賀 BJ 会が発足。6月29日に BJ リーグに加盟申請を行った後、8月8日に運営法人を設立した。その後、9月6日に BJ リーグ2008から09シーズンからの bj リーグ参戦が決定した。また、これと並行して7月からチーム名を一般公募し、8月10日にシガレイクスターズと発表、11月21日、マスコットキャラクターのアイディアを公募開始し、漫画家の長田優子作のマグニーを採用した。2008年4月、チームロゴと 日本代表のアシスタントコーチも務めたロバート・ピアスの初代ヘッドコーチ就任及び滋賀県立体育館等をホームアリーナとすることを発表する5月18日レイクスチアリーダーズのオーディションを開催5月26日に行われた BJ リーグドラフト会議にて新規参入チームを対象としたエクスパンションドラフトで新潟アルビレックス BB の藤原隆光 大阪へッサの佐藤広樹、富山クラウジーズの小川真也を指名。続いて、新人ドラフト本指名1巡目で、東芝ブレイブサンダースの町田洋介、2巡目で、韓国人の安静主、3巡目で、日立サンロッカーズの小島優太の4名を指名した。7月7日、選手の入団発表を行った外国人は、 ブレーデン・ビル・ビー、ライアン・ローク、ボビー・ナッシュ、レイ・シェファーの4人を獲得。この他に練習生トライアウトで、草津出身の左官がくイクと選手契約、大阪へベッサの石橋春之を、プレイングアシスタントコーチとして迎え入れた。シガ・レイクスターズ9ロゴ2008から09シーズン、編集初年度の開幕戦は10月11日に、 ホーム氏が県立体育館に前シーズン王者の大阪、エベッサを迎えて行われた。次のカードも前シーズンウエスタ2位の高松、ファイブアローズ戦と、競合との対戦が続き、開幕4連敗を喫する。初勝利は、開幕5戦目、11月1日に、九州協立大学で行われたライジング、福岡戦を84の78で制して記録した。さらに翌日も勝利して、 初の連勝を達成。ホームでの初勝利は11月9日の大分、ヒートデビルズ戦に82-73で勝利して、記録。そこから、一進一退は続き、福岡とプレーオフ圏内のウエスタに4位を争うが、最後は最下位の大分戦に負け越し、福岡との直接対決に連勝できず、最終節の琉球ゴールデンキングス戦の初戦を、落とした段階で5位が確定する。 福岡とは4勝4敗の5分、イースタンカンファレンスの新潟と富山に連勝し他の4チームとも1勝1敗、沖縄、大阪、高松の上位に4勝20敗と大きく負け越したこと、最下位でシーズン8勝の大分に5勝を献上したことが響いた。2009から10シーズン、編集ドラフト会議を前に、小島優太、小川真也、町田洋介を、 プロテクト指名したが、町田は、リンクとチギブレックスに移籍した。藤原隆光と佐藤博樹は、FA 権を取得したが残留。ドラフト会議では一巡目で、板倉レー奈を指名して、優先交渉権を獲得したが入団には至らず、東京はパッチの持つ情報ただしの仮保有権及び2010年ドラフト会議での一巡目指名権をトレードし、情報ただしを獲得した。 チームトライアウトで、堀川隆一を獲得。外国人は、ゲイリー・ハーミルトン、マイク・ホール、ルーク・ゼラー、クリス・シュラッターを獲得する。アン・ソンスが対談し、外国籍のアジア人枠に該当する選手はゼロとなる。開幕説はアウェーで新規参入チームの京都、ハンナリーズと対戦し、1勝1敗。10月10日の高松戦から、 大阪戦に連勝を含むホームゲーム後連勝したが、11月1日の高松戦での敗北を皮切りに28日の京都戦まで6連敗。11月29日の京都戦で連敗が止まると、毎シーズン同様一進一退が続く。1月に毎シーズン在籍していたレシェファーと再契約に、3月に大阪在籍時に BJ リーグ優勝の経験があるマイキーマーシャルが加入。 4月を6勝2敗で乗り切り、4位をキープする。この間の活躍で白だからが、死が所属選手では、初の月間 MVP を受賞した。その後5月1日にプレイオフ争いのライバル5位、大分との直接対決で勝利し、ウエスタン4位で初のプレイオフ進出が決定した。プレイオフカンファレンスセミファイナルは5月15.16日に、 神戸ポートアイランドホールでウエスタン1位の大阪と対戦。第1戦は、第3球まで7点差をつけて試合を優位に進めていたが、第4球にフィールドゴールを1本も決めることができずに、60から61で逆転負けを喫する。第2戦も68から78で完敗し、ファイナル4進出を逃す。2010から11シーズン、編集初年度より指揮を取った。 ピアスヘッドコーチとは契約を更新せず、石橋貴俊が新ヘッドコーチに就任。トライアウトで糸十字を練習生として受け入れる。高松ファイブアローズから FA 宣言していた岡田優を獲得。情報をただし、小川真也、藤原高光、佐藤広樹をプロテクト指名したエクスパンションドラフトでは小島優太が宮崎シャイニングサンズに指名され移籍した。 外国人は、ゲイリー・ハーミルトン、マイキー・マーシャルが残留、ラマー・ライス、マイク・ミュラーを獲得する。開幕節から一進一退が続いた後、11月に、ミュラーの契約を解除して、レイ・シェファーと再々契約。その直後のウエスタンシーの大阪戦で連勝して一時は、首位に勝ったが、その後陥落して前半戦は、ウエスタン2位。 後半戦に入り2月にジョシュペッパーズを補強したが、マーシャルが怪我で離脱し、会の宮崎に連敗するなど5連敗を喫した。直後の2月22日に、石橋 HC が解任され、根カン一 1AC が HC 外交となる。その後連敗は6で止まる。3月11月に発生した、東日本大震災の影響により活動休止となった埼玉から、寺下田本が、 救済措置により移籍し、シーズン終了まで在籍した、レギュラーシーズン最終順位は、ウエスタン4位でプレイオフファーストラウンドに進出。プレイオフホーム初開催のファーストラウンドでは5位の、京都ハンナリーズ戦に先勝された後、逆転で、カンファレンスセミファイナルに進出。アウェーのカンファレンスセミファイナル琉球、ゴールデンキングス戦は2連敗で敗退した。 2011から12シーズン、編集前シーズン HC 代行として指揮した、コンマイ一は、本職の AC に復職し、新ヘッドコーチにアラン・ウェスト・オーバーが就任した。情報ただし、堀川隆一、石橋春行佐藤博樹、マイキー・マーシャル、ゲイリー・ハミルトン、ラマー・ライス、レイ・シェファーが対談。石橋、佐藤、シェファーの対談により、 チーム初年度から在籍するメンバーは、藤原、小川のみとなった、新人ドラフトで、本田純平、宮城慎吾、育成ドラフトで、毎シーズン練習生だった伊藤十字を指名。埼玉ブロンコスで、契約解除となった、畑野和也を獲得。外国人は、ジョシュペッパーズが残留、浜松からレイニクソン、元パナマ代表のディオニシオゴメス。 新潟からジュリアス・アシュビーが加入する。1月に、ブライアント・マークソンが加入。ウエスタイ・カンファレンス4位で、プレーオフに出場。ファーストラウンドは、ライジング・福岡に連勝して、カンファレンスセミファイナルに進出したが、2シーズン連続で、琉球ゴールデン・キングスに敗れる。2012から13シーズン、編集ウエスト・オーバー・ HC。 ネカンエーシーと2年契約を結ぶ、岡田優、畑野和也、ペッパーズ、アシュビーラが対談し、仲間純平、井上祐介、寺下田本、ウェイン・アーノルドラが入団した。シーズン前に、浜松、京都、大阪を県立体育館に向かいカップ戦を開催。浜松に敗れたが、京都、大阪に勝利し準優勝となった。 開幕戦で宮崎に敗北、沖縄、大分に連敗するなどスタートで出遅れる。連敗が5で止まるとそこから一進一退が続く。1月にホームでの沖縄戦に連勝し、流れに乗るかと思われたが次の大分戦で校長だった小川真也が負傷。さらに翌週にウェイン・アーノルドが負傷し、主力2人が離脱。京都。 長野に連勝するが、その後、小川が、残りの全試合を欠場することが決まる。次の千葉戦で、アーノルドが復帰するもレイニクソンと2月に加入した、シェルトン・コルーエルが負傷。さらに4月の宮崎戦で、ディオニシオ・ゴメスが負傷。秋田戦で、ニクソンが復帰するが2戦目で敗れ2位の可能性が、消滅。シーズン最終戦の島根戦で、ゴメスが復帰し小川を除く。 全選手がソロンが初戦を落とし、レギュラーシーズン4位が確定。ホームで開催したカンファレンスファーストラウンドで5位の京都に2連敗して敗退が決定。このシーズン限りで、ウェスト・オーバー・エイチ・シネカン、AC ともに対談した2013から14シーズン、編集、元モルモン教宣教師で日本語が堪能なクリス・ベッチャーが、新ヘッドコーチに就任。 オフに、藤原隆光、伊藤十樹、本田淳平、ニクソン、アーノルド、アボヤが対談し、溝口秀と、ブランドンフィールズ、マーシャルブラウンが入団した。2月にアーリーエントリーで、武田凛太郎と契約、オールスターゲームまでの前半戦は12勝16敗と、勝率。500を下回る、戦いぶりだったが、後半戦開始直後に1敗を挟んで5連勝、4連勝を記録し、 勝ち星を先行させて上位争いに加わった。特に2月9日の高松ファイブアローズ戦、2月15日の大阪エベスサ戦では連続でオーバータイムを制するなど勝負強さも戻ってきた。かと思えば、終盤の3位争いの最中に最下位の島根、スサノーマジックに連敗するなどチームの調子には波があった。この結果、3位争いでは遅れを取り、 順位争いのライバルライジング福岡戦をホームに迎えて対戦したレギュラーシーズン最終節2試合は1敗でもすればプレーオフホーム開催権のないになる可能性もあったが2連勝を達成さらにもう一方の順位争いのライバル浜松東三河フェニックスもホーム開催試合で連敗したため逆転で過去最高順位ウエスタン3位で 5シーズン連続のプレーオフ進出が決定した。プレーオフファーストラウンドでは、ウエスト6位の大阪と対戦し、第1戦を54から77で大敗。第2戦も終盤までリードを許していたが、横井豊が試合時間残り1秒で、逆転のミドルシュートを決めて67から66で勝利。決定戦は33から16で圧勝し、 二シーズンぶりのカンファレンスセミファイナル進出が決定。ウエスト2位の京都とのカンファレンスセミファイナルは、第1戦87から82で、セミファイナル初勝利を挙げてファイナルズ初進出に、大手をかけたが、翌日の第2戦と決定戦は73から97、15から25と完敗して、シーズンを終えた。2014から15シーズン、編集。 ベッチャーは毎シーズン限りで対談し、代わって、東山向き人が、ヘッドコーチに就任。京都から FA 宣言した、岡田優を再獲得したほか、福岡から FA 宣言の可能ただ次第、自由獲得枠の小林洋太、ドラフト指名の鈴木智隆、全京都のクリス・ホルム、全浜松のレ・ニクソン、元琉球のテレンス・ウッドベリー、全新州のジェフリー・パーマーを獲得。 シーズン序盤にも連勝を2度記録するースタートを切り、序盤は首位争いに加わった。中盤以降は上位に差をつけられたが、レギュラーシーズンはチーム史上最高の34勝を挙げて4位で、プレーオフに進出。ファーストラウンドはホームで5位の大阪を2勝0敗で破り、翌週のカンファレンスセミファイナルは、首位の京都と1勝1敗になった後、最終決定戦の激闘に勝利して、 有明コロシアムでのファイナルズへの初出場が決定した。有明ではカンファレンスファイナルで浜松に敗戦。翌日の3位決定戦で岩手に勝利し、初の有明で貴重な一勝を挙げた。京都を第3試合で破る有明にて2015から16シーズン。 編集チーム設立当初からチームを引っ張ってきた小川真也が現役引退。6月、武田凛太郎、レイ・ニクソン、クリス・ホルムとの契約満了を発表。大分ヒートデビルズに在籍していた畑野和也が再加入。横井豊岡田優、加納忠大、溝口秀と小林洋太、鈴木智隆との契約継続を発表した。また、 今シーズンからキャプテンは横井が引き継ぐこととなる。7月11日、2015年10月から開催される予定の統一リーグ B リーグ一部への加入を目指し、草津市民体育館を5000人収容とする改修への財政負担を草津市や滋賀県に求めていたが、滋賀県は整備費用負担を拒否。広報や応援活動、検視策との連携を行うと表明するに止めた。 坂井晋介代表は、三日月大造知事の支援表明は何だったのかゼロ回答に等しいと批判した。7月30日、JPBL は一部リーグ参入条件である5000人規模のホームアリーナの整備の目途が立っていないことなどから、所属リーグは未決定であると発表。8月26日、 最終のリーグ振り分けとなる29日を前に、滋賀県立体育館に仮設席や立ち見席を設けることで5000人収容とする計画を発表した。最終的に2016年に開幕する B リーグでは一部西地区に所属する決定がなされた。レギュラーシーズン順位はウエスタン5位でプレーオフホーム開催権を得られる4位には入れなかったものの、毎シーズンを上回る。 チーム歴代最多の35勝を挙げた。プレイオフファーストラウンドは、アウェー、浜松アリーナでウエスタン4位の浜松にに連勝して突破したが、セミファイナルでは、ウエスタン1位の京都に連敗して敗退した。2016から17シーズン、編集、BJ リーグ時代から使用していたロゴを刷新し、新たなロゴを使用することを7月1日発表した。 昨シーズンから残った選手は、小林、横江、マブンガのみで、東京エクセレンスから樋口大友、加野祐介、群馬クレインサンダーズから菅原洋介、富山グラウジーズから田中大地、名古屋ダイヤモンドドルフィンズから長谷川智信を獲得した。7月12日かのは、シガレクスターズ初の日本代表選手に選出された。シーズン途中で、デビット・ウィーバーを契約解除して、 新たに、クレーグ・ブラッキンズを獲得、フリーエージェントだった、並里聖、アーリーエントリーで、日本大学4年の高橋紅葉、練習生で、日本大学卒、大津市出身の佐野大地も獲得している。シーズンが始まると、なかなか勝率を上げることができず、年末年始には11連敗するなど成績は、低迷していた。東地区。 中地区との交流戦を終えた時点で B1 全体での勝率が最下位であり、次年度の B に降格がちらついていた。しかし、4月から急にチームは成績を上げ、4月は7勝3敗、5月は3戦全勝とするなど6連勝でシーズンを終え、21勝39敗で、西地区では最下位であったものの、残留プレイオフ出場圏内の15位とは3ゲーム差を、 月け17-18年度の B1 残留が決定した。シーズン終了後に、遠山向き人ヘッドコーチの退任を発表。後任に、栃木ブレックスのアシスタントコーチだったショーン・デニスの次期、ヘッドコーチ就任が発表された。なお、演算は、名古屋ダイヤモンドドルフィンズのアソシエートヘッドコーチに就任した。観客動員数は、 対前年40%増の合計64,091名が来場し、1試合平均を30%増の2,136名に上昇した。ブースタークラブ会員数は2,554名、パートナー者数は過去最多の483者となった。2017から18シーズン、編集詞がレクスターズ10周年の後昨シーズンから日本人メンバーの変更は、 ほぼなく、沢地サミエルジュニア、河村拓也、秋チェンバースの新加入のみだった。リバウンド力があり、ゴール下で強さを発揮できる選手という、ショーン・デニス・シン・ HC の方針により、昨期のエース・ジュリアン・マルンガは放出され、京都へ。クレイグ・ブラッキンズとは、契約を継続する意向だったが、合意に至らず、名古屋 D ーへ移籍した。 新しくディオールフィッシャーとオマールサムハン、ガニラワルが加入する。昨シーズン、チームに在籍した佐野太一はチームをサポートする立場として、シーズンを通してチームに帯同することとなる。シーズンが開幕すると序盤は、勝ち星が8割を上回る時期もあり、琉球と西地区1位を争っていた。しかし、外国籍選手の試合中のファールがあまりにも多く、 黒星が増えてしまう。チームは年内の試合をもってオマール・サムハンとの契約を解除した。1月10日怪我を抱えていた田中大地とチームは双方の合意のもと契約解除となり、田中大地は現役引退となった。年は明けた1月11日ベンキー・ジョイスの加入を発表する。ベンキー・ジョイスの活躍もあり、 チームの成績が向上するかと思われた1月19日のアウェー栃チギー戦にて、キカ選手であるファイ・サンバが左ハムストリングス損傷を負う。サンバが出場できなくなってしまい、チームは12連敗してしまう。その後もあまり勝ち星を重ねることができないまま、シーズン終盤にかかる。しかし、 昨年同様に校長がチームに訪れ4月のゲームを8勝1敗で切り抜ける。残留プレイオフへの出場圏内と圏外を行き来した状態が続く。シーズン残り3試合を残して3円、大阪、富山、滋賀の4チームが1ゲーム差に迫り、どのチームも残留プレイオフ圏内に入る可能性を持つ状況であった。その後3円。 大阪は勝ち星を挙げ、富山と滋賀が残留へ向けた残り1枠を争うこととなる、残留へ向けた最終節は滋賀のホームで富山との直接対決であった。富山は2試合のうち1勝したら残留が決定、滋賀は2連勝しなければ残留が決定しない状況であった。第1試合は1920点のリードを奪われるものの、 その後立て直し、95から34で勝利。勝ったチームが残留を手にする第2試合は前半に滋賀が大量リードを奪うものの3球、4球に富山の追い上げにあい、逆転を許すシーンもあったものの最終的には滋賀が逃げ切り残留を決めた。この試合はシーズンを通して最多となる七百五十六人の大観衆が アリーナのホーム側をレイクスブルーに染め上げて大声援を送った。また、富山からのブースターを大勢駆けつけ、アリーナのアウェー側を完全に赤で埋め尽くし、ホームさながらの大声援を送った。チームは西地区3位でシーズンを終えた。5月11日、チームは小林洋太、沢地サミエルジュニア、長谷川智信、菅原洋介との契約満了を発表した。 2018から19シーズン、編集シーズン開幕前に、アジア大会日本代表に選出された、佐藤拓馬が不祥事を起こしたことにより公式戦、試合出場停止処分を受ける。選手層が薄くなったままシーズンに突入した。開幕説は、新潟アルビレックス BB に勝利するなど調子が良いかのようにも見えたが、中盤になると勝ち星が伸びず、 B1 全体での再開に低迷する。11月27日には、特別指定選手の中村伊佐尾ら、12月14日には、マーカスブレイクリーと契約をする。しかし、成績は上向かず、2月1日に、ディオールフィッシャー、2月12日にマーカスブレイクリーとの契約会場を発表する。チームが、オールスターブレイクに入っていた時期に新たに、 ヘンリー・ウォーカーとアレンダーラムとの契約を発表する。二人の加入とともにチームは残留力をテーマに戦っていくことを発表。二人が加入するとチームの成績は向上する。チームの順位は徐々に回復していき、シーズン残り3試合を残して B1 残留が確定。このシーズンは ホームゲーム総観客動員数が72,525人となり、昨季から3.9%向上。クラブ史上初の1試合平均2,400人に到達した。また、3,000人以上が来場した試合も5試合あった。シーズン終了後、今野にずべと、章、ガニ、ナワル、西広太郎、二宮公平、樋口治大との契約満了を発表した。 2019から20シーズン、編集、カノユ介、スケ、アラ伊藤大使、中村イ平、高橋紅葉は昨年までに複数年契約をしていたためチームに残留する。4月30日、NBA のクリーブランドキャバリアーズでトレーナーをしており、レブロン・ジェームズなどの名選手の体のケアをしてきた中山雄介が、 パフォーマンススーパーバイザーに就任することを発表。5月1日、ヘンリー・ウォーカーとの契約継続を発表。5月30日、アルバルク東京から斎藤匠の期限付きでの獲得を発表。6月6日、シーホース三河から狩股正也の獲得を発表。6月17日、川崎ブレイブサンダースから谷口、後期の獲得を発表。 7月29日日本代表のシェーファー・アビ後期のアルバルク東京からのレンタル遺跡を発表。また、今シーズンより株式会社サンクロレラとメインオフィシャルパートナー契約を締結する。シーズン途中11月1日、3期ぶりにクレーグ・ブラッキンズの加入を発表。11月10日にチャールズ・ローズとの契約を解除。 11月20日アルバルク東京からジェフヤーズのレンタル移籍を発表。この遺跡により、A 東京からのレンタル移籍は3人目となり、所属外国籍選手全員が NBA 出身となった。12月25日に、白鴎大学出身の前田霊長と特別指定契約を結ぶ、新型コロナウイルス感染症の流行により3月15日の ホーム無観客試合をもって2019から20シーズンが終了する。詳細は、シガレエクスターズの選手一覧を参照。BJ リーグ、編集ゲーム差はうちはプレイオフ圏との差をそれぞれ表している。B リーグ、編集2019から20シーズン終了時リバウンド。編集、BJ リーグコミュニティアシスト賞。 BJ リーグベストブースター賞一試合最多得点43.1試合最多アシスト16本、B リーグ記録一試合最多リバウンド28本、一試合最多ブロックショット7回、B リーグ記録一試合最多スティールシガレイクスターズは、シガレイクスターズを応援するとともに、シガ県を一緒に盛り上げていくことを目的に、シガ県ゆかりの著名人の方々を、レイクス公認ブースターを任命している。 ホームゲームでのアリーナ DJ は、戦国高一。ガンバ大阪と兼任しているため、日程が重なった場合はガンバ大阪を優先する。チアダンスチームはレイクスチアリーダーズ。マスコットキャラクターは、漫画家の長田裕子が応募した作品で、ビワコーナマズが、モチーフの、マグニーである。背番号は2008年8月8日生まれで、 最大マグニチュード88のエネルギーを持つことから88。試合会場に現れるほか、滋賀県内の保育園、幼稚園を訪問したりもしている。ブースターの輪を広げる企画、ワンブースターワンゲストダービーにより、アリーナを埋め、声を中心とした応援スタイルで、MC やチアと共に会場を一体化させ、選手を力強く後押しする。2009から10シーズンに、 ベストブースター賞を受賞した。また、B リーグ16から17シーズン最終戦のアウェー三河戦では、B1 残留がかかった試合であったということもあり、かなり大勢のブースターが駆けつけ会場が、滋賀のホームのようになったことに解説者が言及する場面もあった。以上に関しては試合日によって変更がある。年度別、編集日は小有覧戦場で選手と、 チアが参加して開催される、プレイオフ出場が決定している場合、激励会の側面もある。現在過去現在過去スポンサーについては、パートナーを参照しが、レイクスターズロゴバスケット以外にも、陸上棒高飛びで2010年アジア、大会銅メダルのアビコともみを、所属選手として要している。またレーシングカヌー元日本代表の鈴木康次第も、 かつての所属選手である2008から2012年、2011年度より、滋賀のスポーツ振興を目的とした、レイクススポーツファンドを設立。また、滋賀県内のスポーツ情報全般を取り上げる、無料情報誌、レイクスマガジンを観光するなど、地域スポーツの核を目指した活動に乗り出している。2012年8月1日付で、公益財団法人誌がレイクスターズを設立。 呂社ハンマー投げ選手の森本正都氏、フィギュアスケート強化選手の安原彩奈が所属していた。2015年により、女子レスリング選手の新海まみが所属選手となる2008から09シーズンまで東京アパッチが有明コロシアムでホームゲームを開催していたが、有明での対戦はなかったため、志願にとって有明での 初めての試合となる東日本大震災のあった1時期には登場を自粛した。ありがとうございます。